はい今回は「面白い張り紙」というまあテーマについて、えー、ちょっとお伝えしていこうと思います。まあ、リスナー様も僕もですがまあ普通にねああのまあ、過ごしていると、まあ、なかなか自分ではあ見ることができない、えー、ものなんですけどまあインターネットとかまあ SNS とかそういったものとかに、まあ、こういうまあ面白い張り紙っていうものが、えー あるんでですねただの量が多いのでちょっとまあ僕もこういうまああの話は好きなんですよでたまにあの面白い話をまあしてくださいって言われるんですけど面白い話が苦手なんでいろいろ考えてまあこの面白い張り紙っていうまあものをですねまあ引用してそちらをまあちょっとお伝えしていこうと思います先ほど言いましたけどこの面白い張り紙っていうのはまあいろんなものがありいくつもいくつもあるのでとても全部とは言えないのでまあ まリスナー様が関心を持っていただけそうな、まあ、あ面白い張り紙の、まあ、えー、2カテゴリーですね、2つのカテゴリーについて考えていきます。で、その中から、まあ、さらに厳選して、数はあの全然多くないんですけど、まあ、面白いなと、まあ、まあ面白い、まあ、面白いなと、いそういう、まあ、そういった話です。あの、2カテゴリーっていうのは何かっていうと、まあ、その臨時休業に関する、 まあ面白い貼り紙、あとですね、まあ、トイレにまあ,あるまあ面白い貼り紙ということで、えー、お伝えしていこうと思います。まず、この、まあ、臨時休業についてのまあ面白い貼り紙ということなんですねで。これっていうのは最初にお伝えしますが、別にあの本当かどうかとかね、そういった話ではないんですよ。まあ、あ面白い貼り紙って、えー、ま言、あ、うことなんで、うん、まあ、 お店をされているとですねまあ諸事情によって、まあ、お店をね、えー、急に休むことがあると思うんですよでその時のまあその張り紙がまあ面白いとでこれっていうのは二つあのあ,あ,ありましても、まあ、いくつもいくつもあるんですがその中からちょっと共通するものを二つありましてそちらをですねあの、まあ、検証していきたいと思います一、えー、ですね誠に勝手ながら女房が逃走したため休業します二、えー、本日夫婦喧嘩のため臨時休業します 嫁さんの機嫌が治り次第回転します これがああの2つあったんですすよよここの2つのののつっていうのは全くこれ別の店舗なんですよねでね、えー、皆さんはこ,この話はど,どう思われるかと思うんですが、まあ、本当かどうかっていうのは分からないし多分ですけど本当じゃないんじゃないかななんて思ったりもするんですよでまあ分 <laughs> かんないんですけど本当にね、えー、まあその夫婦喧嘩をして、えー、これ書いてたらそれもそれでちょっとなんかあのまあ、面白いとも思いますしまあ、ただあのやはり先ほど 言いましたけどねお店をされていてま臨時休業するためにはま何かしらのま理由がいるじゃないですかま無断で休むていうことも可能なんでしょうけどまああの来店してきたお客さんに対してのあるんででまあ面白おかしくあの書いてるんじゃないかなと思います僕はそのこの2つは見て実際に喧嘩したのかどうかっていうのは分からないし喧嘩してないんじゃないかななんとかって思うんですけどもし喧嘩していてもまああの面白いなとま面白い書き方をしてるなと。 このお店をあの休むっていうことをあの、まあ、笑いに包み込んでね笑いってこれを見てあの笑わずになんか本当にねなんか夫婦喧嘩したのになんで店を休むんだとか、まあ、そういう人いないと思いますけどあの、まあ、いるのかわかんない少数いるのかもしれないですけど、まあそのね、あのお店を休むっていうことを、まあ、笑いに変えて伝えているところが、まあ、うまいなと、まあまあ、面白いっていうか、うん、面白いなっていうあの感じだと思います。本当にわかかんないですけどあの夫婦喧嘩とかが 逃亡したら書かないと思うんですけどね。だからその書いてる時点でちょっと。まあユーモア的なそのものがあるんじゃないかな。とまあ僕は思いました。ということでで続いてなんですが、えー、次はですね。トイレに関してなんですが、トイレの張り紙がこれ面白いんですよ。で、これっていうのはあのいくつかあるんですけど、その中から3つあのまあ、ピックアップして、それをあの話していこうと思います。まずですね。一つはあの男性用のところからなんですけど、このようなことが書いてあるんですね。 一歩前にに君のはそんなな長くいいっていうねよくあの男性のトイレその女性のリ,リスナー様はあのあれですしあの、まあ、見たことがないっていうかまあねその違うんであれですけどあのよくあるじゃないですか「一歩前に進んでください」とかでそういうことを「あのねなんか進め」とか書いてあったら人間心理をあの逆になってね進まずにっていうことなんであれそのトイレが汚くなるからあのまあそのだからもっと前にあのまああのまあ来てださ を足してくれまあこれもあのユーモアを入れてるわけですよ実際こ,このねあの張り紙にだからまあ,あ面白いですし、まあ、このようなね張り紙であれば、えー、じゃあ,あ一歩前に進むかと多分思うと思うんですよだからこういうところにまあ、まあ、ユーモアっていうか、まあ、まあ面白さがある、えー、とまあ僕は思いましたっていうことでで次はですねああのー、まあ、ちょっとまあどこかわからないんですけどそのインターネット上とか SNS 上にあるのあるんです けれどもあ,あったんですけれども。 そのまあ、お店なのかな、まあ、お店というか、まあ、そういうところだと思うんですが、その,、ねえー、その中のトイレットペーパーがあー、まあ、取られるっていうようなことなんですよ、トイレットペーパーを持ち帰られる、取られるっていうことなんで、でその,そその、ね、店の人からしたらね、なんかちょっと悩むじゃないですか、そのことに関しては。だから、トイレットペーパーがどうしたら取られないかなっていう、まあ、そういったことを、まあ、考えての,あの <laughs> この張り紙だと思うんで、まあ、どういう張り紙かっていうことをお伝えしますね。 あまりにもご好評なので販売することになりましたトイレットペーパーをご自宅で使用したい方はレジまでお持ちください50円って書いてあるんですよでこ <laughs> あまりにご好評なのでっていうことはよく取られるっていうことなんですよ、まあねえー、正直あの外に行ってあのトイレットペーパーを取るっていうのも、まあ、意味がわからないことだなと思うんですがあまりにご好評っていうかこういうことをよくされるっていうことはそういうことが多くあるんでしょうね だから、あのねそのねそ勝手に持ち帰る、取るんだったらあの売りますよ、50円でって、レジまで持ってきてくださいっていう、まあ、これもですね、その、なんていうんですか、ユ,ユーモア、<laughs> ユーモアがありますね、あまりにもご好評なので、販売することになりましたとかって、でしかも値段がまあ50円ということなんで、さほど高くないです普通に分かりませんけどね、いやよく売ってる。 あのまあ、皆さんも僕も買うようなあその価格と限りないんで、まあ、あのそ取ってはいけないですから当たり前ですけどそれだったら、ねあのまあ、レジで買えばいいんじゃないかっていうね,、うんまあ、ねこの <laughs> よく取られるっていうところをあまりにもご好評なのでっていう、まあ、表現が、まあ、ここにユーモアがあるということでねであの、まあ、これに関してはこの、ね、あの思うんですけどこういった貼り紙をすることによって、ね、そのトイレットペーパーが取られなくなれば まままあいいなぁあいなとの思すよね、うん、で、えーまあ、続いて3つ目なんですがこれがですねまあまたちょっと表現が面白いんですがこれもあの実際に、えー、こういったことがあるとあの困ってしまうっていうことだと思うんでそのことについてお伝えして考えていきたいと思います。お願い あその張り紙の内容ですよお願いトイレットペーパーは丸めて一度に流しますと詰まります固めずにふわーっとした状態で、えー、流してくださいっていうことをこのあとのねそのお店だと思いますがお店さんのところのトイレの中に張り紙で書かれてるんですよ、うん、まあっていうか普通に考えですけどトイレットペーパーを丸めて流す人っていうのはいるんでしょうかねまあ何かしらのその まわ、あ、からないですけどね、うん。どういうつもりでそういうことをしてるのかわからないんで。で、まあ、あの <laughs> でこのふわーっとした状態で流してくださいって、この表現もまたちょっとユーモアがありますね。このお店を、えー、されてる人たちがですね、これ万が一あのお客さんがトイレを利用する際にトイレが詰まっていたったら、これ大変なことじゃないですかって手間が増えてね、それをまた何て言うんですか、元に戻すとかそういうのって大変だと思うんで、まあ、あお客が、まあ、このトイレットペーパーを丸めて流す人が、まあ、 まあこれいるんでしょうねでまあこのフワッとした表現っていうこの何語っていうのか分かりませんけど。 あの擬態語とか擬声語とかそんなの小学生の時にあったような気がしますけどちょっと忘れましたけど、まあ、そういうようなことであの書いているっていうことでだからあのこの面白い張り紙っていうのは何かっていうとあのそのストレートに言わずそれをこうなんていうんですかねユーモアに包み込んで、まあ、面白い形で書いてるってことで他にもいくつかあったんですけど、まあ、ちょっとあの、えー、ねえいくつもいくつもいくと全く話がまとまらなくなるんで、まあ、いつもの話まとまらないですけど、まあ、っていうことで まあちょっと今回はこのまあ面白い張り紙についてということでえまあリスナー様がこういった話をまあちょっとまあ気晴らしにえ聞いていただければと思ってえまあお伝えさせていただきました。えー、最後まで聞いていただいてありがとうございます今回はここでで終わりです。